老子道徳経、これはトルストイ監修のものなんですけども、第19章、はい、生と地を捨てると人民の利益は100倍になる、博愛と仁義を捨てると子供たちは自分の親を崇め、親は我が子を愛するようになる、ありとあらゆる狡猾と利得がなくなると盗賊がいない、見てくれだけではこれら3つのもの資質は得られない、そのためには一層素朴になり、一層脳を無にし、欲を無にしなければならない。これも老子がずっと言ってるやつですね、はい、ずっと言ってますね。博愛とか仁義っていうのは、うん、それがなくなった時に、うん、まがいものみたいな感じで、うん、言葉が生まれ、うん、それを目指せみたいな、うん、だからもうこれも定義みたいなところですよね。概念、生み出した概念。そうですね、うん、まあ、これを分かりやすく言うと、うん、まあ、お釈迦様が健康っていう言葉があるんですけど、はい、健康っていう言葉は病気、うん、病気があるから健康みたいな概念が生まれてくると、うんうん、この病気、悪いものがなければ、うん、そもそも健康なんていう言葉はないんだ、うんうん、っていうのがこの博愛とか仁義、うん、っていう生と地もそうだって話なんですね、うん、聖なる生と知恵っていうのも、何かが悪しきものが出た時に、うん、その言葉が生と地っていうのが出てきて、うん、それが尊いものになる、うん、まあ老子的に言うと逆な気もしますけどね。本物のこっちがなくなったからこっちがなくなったからっていうのと、まあ、今までの話でいくと、はい、なんかいいがあるから悪いも生まれるみたいな、これをいいとするから悪い、知があるから無知がダメみたいなことになるみたいな、それが全部なければいい的な感じじゃないですか。博愛みたいな、はい、いいとするものがあるから、はい、その反対側になんか悪いとするものが生まれてくるみたいな。これは、うん、なんかね、はい、老子ってやったもん損なんですよ、うん、やったもん損、多分心の中を保つみたいな感じじゃないですか。その物質的にはやったもん損な感じはします、はい、いやだって、うん、最後に言うんですよ、うん、素朴になって、うん、脳なしになって、うん、そっか、結局は欲をなしにっていう、欲がなしにできてないからそこで苦しむみたいな話ですよね。うん、でも、うん、お金いりますよ、うん、だってお金作っちゃったんですもん、昔の人が。そう、食べ物の代わりに作っちゃったんで、そう、捨てれないで、これ貯めれるんですよ、お金って腐らないから、はいはい、まあとどまると腐るって言いますけどね、はいはいはい、お金は流れないと、流れないとっていうのを感じながら、ではちょっとこれ、うん、トルストイ監修のものなんですけども、はい、こちらバカボンのパパと読む老子、うん、こちらは、ドリアン助川さんですね、はい、ではこちらのものを読んでみると、君主が威厳と知恵を捨てれば人民の利益は100倍になる、君主が仁愛と道義を解かなくなれば人民は孝心、親孝行の孝に心、孝心や慈愛を取り戻す、君主が技術や利益を放棄すれば盗賊はいなくなる、これら3つは捨てることばかり説いたので、教えの分にするには十分ではない、よって拠り所があるようにしよう、外見は質素なまま、心は僕、素朴の僕を抱かせる、そうすれば、利心、利益を、利益の心はな、うん、少なくなり、欲望も薄らぐであろう、うん、王様が、これバカボンが読みます、はい、王様がどうだわし王様だよーんと王様ぶったり、うん、みんなをしようとする考えをやめればみんなの幸せ度は100倍になるのだ、王様が人間愛とか、うん、道義とかそらずらしいことを言わなくなれば、うん、逆にみんなは尊敬の心や愛を取り戻すのだ、王様が戦略とか自分の利益を考えないようになれば、うん、そういう国からは泥棒がいなくなるのだ、うん、でもこの3つのことは捨てろ捨てろと言ってるだけで文章としてはいまいちなのだ、だから具体的にこうした方がいいということを挙げるのだ、王様もみんなもファッションはシンプルでいいのだ、パンツ一丁なのだ、それで加工前の木材を持つところから始めるような自然の摂理にのっとった仕事をするのだ、そうすると俺様気分の自己顕示欲やあれが欲しいこれが欲しいの欲望が減っていくのだ、これでいいのだ。今ちょっと僕はバカボンに説教されましたなるほどね、うん、まあ、王様にも言うなってことですよね、うん、言うなってことですよ。要は
うん、偉い人はなんかその選挙とかで、うん、だからずらずらしいことを、うん、言うっていう、うん、博愛とか、はい、うん、みんなのためにとか、はい、なるほどね。でもそれは捨てろ捨てろって言ってるだけで、うん、あまり美しくないので、うん、っていう話で、うん、でもまあ結局、はい、ユングも、うん、以前やったジュギューズの禅の教えも、はい、うん、結局なんか まあ、お釈迦様もそうですけど、うん、全部欲なんですよね、うん、苦しむ原因が、うん、これどう減らしましょうね。だ本当に欲がなくなれば苦しまずに済むのかもしれないですよね、はい、よくなんかその、はい、世界の大金持ちがボランティアみたいなことするじゃないですか。あれは心からやってるんですかね。まあ、心からやってる可能性はありますけどね。まあ、わかんないですよ、その人の心が見えてないので、はい、ただこう生きていく分には何不自由ない環境は自分には整ってるわけじゃないですか。そうすればまあそういうこともできる、まあ、だから博愛に近いのかもしれないですけどね。その博愛っていうのはこのちゃんと真の意味の博愛で、真の意味というか、はい、なんか、まあ、概念的にこういうふうにしなきゃいけないみたいな。で僕はどうしてもそういうね、うん、うがった見方をしちゃうんですけど、うんうん、この我々の動画でも撮りましたけども、ジュギューズというので、人が自分本当の自分を取り戻そうとギューって自分の中を探していくと、一回それはやってることすら統一したことすらなくなり、その花は咲き水はただ流れるっていう状態で、その人は手を差し伸べるんですよね。それは手を差し伸べようってしてるんじゃなくて、手を差し伸べてるんだと、うん、水や花と一緒だと、うんうん、ただそうしている、うん、みたいな姿になるんですけど、うん、それと、うん、前友人と話してる時に、はい、あ、お金持ちがそれをボランティアをやってるようなもんだよね、うんうん、っていう姿をこの図に捉えたんですね。あ、そう、友人が、僕の友人が、はいはいはい、で僕はそれは全くそうは捉えられなかったんですよ、うん、そうではない気はしますけどね。ありがとうございます。まあ、お金も、まあ、そのお金持ちの意図がわからないので、そうなんですよ、まあ、何とも言えない部分ではあるんですけど、はい、っていうのが、うん、この若干のズレとかね、はい、そういうのがもしかしたらこの見方が違うとかっていうのは何なんでしょうね、健全度の違いなの か価値観の違いなのか。ジュリューズの底の部分ってもう結構上のところじゃないですか。 10番目なので、はい、要は統一してなくしてからですよ、うん。でもお金持ちのそれがそれに見えたって話ですよね。そう、友達は、はい、で僕は異を唱えるわけじゃないですか、うんうん、え、彼らはそれをそう思ってやってるか、うん、って言った時に、うん、君の見方が間違ってるんだと、うんうん、僕はあの二等兵側ですね、多分考え方で、はい、で要は、うん、彼らは真からやってる、要は、うん、なんて言うんだろう、心が汚れてるみたいなうん、でも言われればまあそうかもしれないなっていうのもあったんですよ、うん、僕の見方が、うん、いつもその車に構えて、うん、っていう見方でやってるので、うん、そのなんか何ですかね、そのボランティアも別にお金払うぐらいはできるわけじゃないですか、お金があれば、はい、うん、でそれを10レベルだっていうと違う気はするんですよ、ジュリフスのそうなんですよね、はい、それを10もう本当てっぺんじゃないですか、はい、そこではない気はするみたいな。それは悪どいことを考えてるかどうかは分かんないですけど、はい、でもまあなんかこうこういうこともした方がいいよなぐらいは思ってるかもしれないで、うん、いうこの違いっていうのがどこから生まれてくるんだろうっていうのを探る意味でも、うん、まあ、これからやるこのソシオニクスとかはいいですよね、うんうんうん。